ファインセーブです。ゴールキーパー指示を出す。そのままだ。アッコアルグレーズマン、このボールをダイレクトでシュート、ゴールという流れでした。この一人で行く、右へ送る、前へ、これは読んでいました。気がつけば試合を決めた。アントワーヌ・グリーズマン、持ち前のスピードを生かしました。ここで左サイドを使って決めた。監督の戦術通りに選手です。そのままハーフタイムから投入された選手、後半からどんな活躍を見せるのでしょうか。貴重な先制ゴールを決め、チームの士気を上げます。